はいどうもバシデです。2021年、第2回目のねバシデの動画になりますけれども、皆さん元気でお過ごしでしょうか。前回ですねちょっとタイムラプスのね動画を作って、もう配信してるんですけども、今年はですねちょっと DTM の方ね力を入れて、動画の方もね意識的に増やしていこうかなというふうに思っております。ぜひぜひよろしくお願いします。でですね2021年第2回目の DTM 動画にねふさわしいですね、まあゲストといいますか、まあコラボ企画なんですけども、コラボをする、まあフィーチャリングしてくれるねアーティストを紹介したいと思います。 Everything I can to read Let's do it バシヒデ Music and Culture でですね今回僕がコラボさせてもらうねアーティストの名前はバッドグリーディーと言います。バッドグリーディーさんと僕が出会ったのはインスタグラムでした。インスタグラムを僕がチェックしている時にたまたまピアノを演奏している動画があったのでタッチしたところ出会ったのがバッドグリーディーさんだったんですけども、その演奏を聞いたのがこの運命の始まりだったんだと思います。もうねタッチして聞いた時にそのパワフルなサウンドとビューティフルなあの指使いに僕は一撃でもう落ちちゃいました。はい、もう一目惚れならぬ一聞き惚れと言うんでしょうか。まあ指使いもあるので両方一目惚れ一聞き惚れって両方だと思うんですけども、こりゃすげえなと思いましてですね、もう速攻インスタグラムフォローしてですね、でそれからまあちょくちょくバッドグリーディーさんが上げる新作の動画っていうのをねもう毎回もうチェックさせていただいてですね、でまあいいねさせていただいたりコメントさせていただいてました。でもほんと見るたびにねもうすんげーかっこいいなーっていう感じで、ほんと心の底から惚れ惚れしてしまうようなねビートをいつもね奏でていて、でヒップホップ以外にもねほんとメジャーのあのポップスの曲ももうバーッと弾ける方で、まあおそらくクラシックなんかもねもうね、あんだけの指さばき、あんだけのね、実力でしたら、やるのかなと思うんですけども、本当にね、もう、惚れ惚れするようなビートをね、弾いてくれている方です。で、ある日ね、まあ、コラボやりましょうみたいな話になって、まあ、僕からね、お願いした形になったんですけども、まあ、心よく受けていただいてですね、で、今に至るというね、流れなんですね。はい。で、グリーディーさんは、19歳の女子大生ですね。はい、花の女子大生なんですけども、本当19歳の、まあ、女性の方があんだけのねヒップホップビートを弾いてしまうっていうのはね、これ一つの、ね、これ時代の流れなんでしょうかね。本当にすごいなというふうに思ってます。僕がね19歳の頃で周りにはあそこまでねヒップホップのビートを奏でる女性の人っていうのはね本当いなかったですね。まあ存在はしていたのかもしれないですけども見たことはなかったです。はい、それぐらいねもうなんかもうすごい演奏をする方です。でこの後ねグリーディさんの演奏がどんなものなのかっていうのをちょっとお見せしたいと思いますので、はい、楽しみにしていてください。でこの動画のね主なねコンセプトっていうのをお話しますと、グリーディさんに、サンプリングできるようなねトラックをお願いしたところ送っていただけましたので、そのねサンプリング音源をですね僕が、まあ、エイブルトンプッシュを使ってですね、サンプリングしていくっていう動画になります。で、この動画はね今日1回きりで、終わらす予定ではなくて、シリーズ1、2、3、4、5、まあどれくらいまでいくか分かんないですけども、ちょっとシリーズ化してね、一曲を作っていくっていう流れでやっていきます。はい、で最終的にはね歌を入れて、歌を入れた時点で完成っていう風にしようかなと思ってますんで、ちょっと長丁場でね、グリーディさんとのコラボレーション動画っていうのを続けていこうかなという風に思います。はい、それではですねまずはグリーディさんのね、僕がもう惚れてしまった演奏っていうのをお聞かせしたいと思いますので聞いてみてください。どうぞ。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、ごくごくね一部なんですけども、グリーディーさんのね演奏を今見ていただいたんですけども、もうヒップホップのねトラックを、まあ、サンプリングしてね作る方でしたら、もうそのヤバさっていうのは絶対わかるはずなんですよね。まあ、ヒップホップを作る人以外でも、まあ、見る人が見ればもう本当にグリーディーさんのねピアノのこの凄さっていうのはもう分かっていただけたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、もしねこのね世界に、ヒップホップの世界、音楽の世界にドラフト会議というものがあって、僕が監督だとしたら、もう絶対もう3年後のね大学を卒業される間際の秋口にはですね、もうドラフト1位で絶対引きますよ。もうそれくらいもうやばいですから。はい、っていうね、もうグリーディーさんなんですがね。で、今回このグリーディーさんにもう本当ありがたいことにですね、サンプルできるような音源をいただいてますんで、それを今回僕がサンプリングして一つの曲を作るというね企画でございます。はい、ではですね、今日のデイ1はですね、そのグリーディーさんが僕にね送ってくれたサンプリングする曲をですね、どんなものかっていうのを聞いていただいてお別れしたいと思います。はい、ではですね、今回グリーディさんが送ってくれたサンプル音源はこちらになります。というわけでね、このサンプル音源を使ってですね、僕が曲を作っていきますので、で、中にはね、DTM の、中には、この動画の中には DTM のね、まあ初心者の方などにもね、役に立つような、ちょっとしたね、技の、まあ技と言いますか、ね、そのやり方の説明とかをねしていこうと思います。例えばインスタグラムでね、今、音源のやり取りしてたんですけども、インスタグラムでもらった音源、とかをどうやって DAW の中に入れるんですかとか、その辺のねちょっとした小技もね紹介していこうかなというふうに思いますんで、ぜひぜひね、DTM 初心者の方などね参考にしていただければいいかなというふうに思います。それではね、Day 2 Day 3と、続けていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。 Peace。